結構外国人が日本人の女性に驚くこととして、うん、異性の人と一緒にこうお風呂に入るみたいなのがあるらしいんだよね、うん、まあ、もちろん恋人と一緒に入るのはまあ分かると思うんだけど、うん、例えば子供がパパと一緒にお風呂に入るとか、うん、あとは混浴ってあるじゃん、うん、温泉とかね、全く関係ない男女が一緒に入るみたいな、まあ、この辺結構びっくりする人が多いらしいから、ちょっと実際にこう日本人女性の本当の生の声としてちょっといろいろ聞いていきたいんだけど、うん、まず娘がお父さんと一緒にお風呂に入るってやつ、うん、俺の家は男兄弟だったからそういうこと見たことがないんだけど、この娘がお父さんと一緒にお風呂に入るっていうのは本当なの？うん、うん、うちの場合はお父さんと子供の頃は一緒にお風呂に入ってた。あ、これは事実なのね。うん、実際何歳ぐらいまで入ってたの？小学校低学年ぐらいまでは入ってたから、だいたい8歳とか9歳ぐらいまでは入ってたかな。周りの友達もだいたいそのぐらいだから、もう6歳から10歳ぐらいまでは入ってる子が多かったかな。じゃあ普通にもう10歳ぐらいまでは入ってても全然違和感ないってことなのね、うん、ないと思う。じゃあ中学生とかでも一緒に入ってる人っていうのいるのかな。いるんじゃない。たまにいるよね、芸能人の娘とかでもさ、お父さんと一緒にお風呂に入ってるって。8歳ぐらいまでお父さんとこ一緒に入ってて、うん、なんでやめたの？やめたきっかけは何？やめたきっかけか、多分だけどお父さんが気を使ってやめたんだと思う。娘じゃん、で一応異性ではあるから、お父さん側が娘に気を使ってやめてお母さんに交代したっていう。でもね、いろいろあると思う。逆にお母さんがもうそろそろ娘ちょっと大きくなってきたから一緒にお風呂に入るのやめたらとか、あとは娘自身がこう自分からもう自立した女性っていうのを自覚してやめるパターンっていろいろあると思う。ああ、そうなんだ。何歳ぐらいまでこうお父さんと一緒に入ってたらちょっとこう気持ち悪いというか拒絶反応が出そう？いや、でもやっぱり平均がその9歳ぐらいだから、そのお父さんと一緒にお風呂に入るのをやめる年っていうのが平均9歳ぐらいなんだって、うん、だからそれ超えると、まあ、だいたい10歳以上とかになると、あ、まだお父さんとお風呂入ってるのっていう気持ちになるんじゃないかな。ああ、そうだ、うん、多分ね。結構でも日本ではお父さんと娘が一緒にお風呂に入るっていうのはなんか変なこととしては全く思われないよね。思わないね、全く。まあ、それは普通だと思う、ね、うん、なんでお父さんと娘が一緒にお風呂に入るのね。まあ、いろいろ考えられるけど、一つはその娘を お父さんが娘をお風呂に入れるっていうのは、その育児の一環として父親の役割っていうのが大きい気がしていて、なんか昔って結構専業主婦の人が多かったじゃん。今でこそ共働き、その両親が2人とも働いてるっていう家庭が多いけど、昔はこう専業主婦の家庭が多かったのね、うん、ってなるとやっぱ日中は子供の育児はお母さんがするじゃん。でお父さんも外で働いて帰ってきたらお手伝いするじゃん、育児の。そうなると必然的にできることがもうお風呂に入れること、子供をお風呂に入れること、この育児しかできないわけよ。必然的に父親はお風呂に入れる、子供をお風呂に入れる、娘であろうが息子であろうがお父さんはお風呂に入れる役割っていうのがなんか確定されてたような気がする。ああ、そうなんだ、うん、なるほどね。だから全然こう違和感がないわけ。そう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 、それが一つあると思うね。あとはやっぱりコミュニケーション取る場所、お風呂ってこう一緒の時間を過ごすわけじゃん。だからそこでコミュニケーション取れるから、お母さんとは取れないコミュニケーションをお父さんはお風呂で取ってるみたいなイメージ。まあ仕事をしてるからあんまりコミュニケーション取る時間も少ないからね。そうそうそう、そんなところかな。でもう一つこう女性が男性と一緒にこうお風呂に入る場所としては混浴っていうのがあるけど、実際混浴って日本人女性からするとどうなの？婚約か、私自身したことないから分かんない。ないんだ。うん、経験したことない。なんか結構婚約ってなんか日本の温泉施設にいっぱいあるってこう思われがちだけど、そんなにないか、そもそも。いや、ないと思う。少なくとも私は経験がないし、あんまり知り合いとかでも混浴したって聞いたことない。日本ってやっぱ温泉が有名で、温泉地有名な観光地あるじゃん、温泉、うん、だからちょっと混浴も結構いっぱいあるんじゃないかなって思われがちだけど、意外とないよね。なんかあんま今思い返してみても混浴ができる一般的な入浴施設って、見たことないかもね。昔はあったのかもね。そうかもね。だから最近ちょっと一緒に入るのはなんか変って思うようになった。
ったのかな。なったんじゃないかな。なんか実際調べてみたら 95% は男だって書いてるとこもあったし、うんうん、あんまりこう今は全く知らない男の人とお風呂に入るっていうのはイメージとしてはないのかもね、うんうん、しかもその残りの 5% もあの若い女性っていうよりは年配の おばあちゃんぐらいの世代の方が多いんじゃない。だから昔あったのに今どんどんなくなってきてるから貴重な存在なわけじゃん混浴っていうのは、うん、でも若者は知らないからその文化を、うん、だからおばあちゃんとかがそこの残った婚約に行くんじゃない。じゃあ回答としては娘とお父さんが一緒に入るのは事実で、うん、婚約は実際はもうほとんど日本人の、うんうん、特に 若い女性は入ることはほとんどないっていう感じかな、うん、でもしあったとして行ったとしても若い女性はいないよっていう、 そう、まあ、ちょっとそれで期待してね行く人はいるかもしれないけど、うん、もしかしたらその時も全員おばさんかもねっていう感じかな、うんうん、もしかしたら海外とかの多いかもねそういうの。あ、ネイキッドビーチとかさ。じゃあ今日は女性が男性と一緒にお風呂に入ることについてちょっと日本人女性の回答をしてもらいました。はい、はい、じゃあ今日はこんなところでまた次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイ。